登りたかったのかしらと、後ろして、後ろごめんなさい。ああ、もう、切ってあげよう、どんどん回収してこいよ、そこも、ごめんなさい。さあ、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、レイリハンですわよ。ということで、今日はお嬢様縛り、インパリー。パリーお父様が出張でよく行っていらしてましたよ。何を言ってるか全くわかんないわよ。さあ、お嬢様縛り、インパリー、キルコファーも行くわよ。お嬢様 XR 系で行くわよ。私、ガチ初見プレイですわよ。このパリの街並みが全くわからない。いいわよレニアさん、いいわよ。そのトンズさん、なかなか切れてるわよ。さあ、キリコファミナルタグをだんだん回収していくわよ。あら、やだ、殿方、そこ登りたかったのかしら。そう、後ろ、ごめんなさい。あー、もう、切ってあげよう、どんどん回収していくわよ。そこも、ごめんなさい。素晴らしいわよ、レニアさん。トンズさんが光り輝いてるわ。さすが本場パリ仕込みのトンズさんで、危ないわよ。でも開幕4キロはなかなかよろしくてよね、セバス。さあ、執事のセバスもね、危ないわよ。さあ、行くわよ。シャーゼからそっから狙ってるわよ。右にいるわよ。上にいるわよ。そこは、俺の果物、俺じゃないわ。あ、じゃない。私の果物ナイフが刺さっていくわよ。あれ、先ほどそういう敵が、ああじゃないわ。ちょっと待って、おっさんレリハンが出てきちゃいました。今日はお嬢様とつなので、キャーと言いましょう。さあ、行くわよ。UAV が出てるわよ。そこ、いいわよ。レリアさん、だいぶいいわよ。この味方を助け、殿方を助けていくわよ。大丈夫だわよ、そこ。レリアさんが、危ないわよ。さあ、ここは右ざます、右ざ、あ、待って、ちょっとスネ夫のお母さん、ちょっと、右ざます、行くわよ。ここ、登ってこいよ。お上品に登って、アンドゥートラ。私のアンドゥートラのリズムに合わせるわよ。おバレーをやってみよう、おバレーを。アンドゥートラ、待って、いいしゃがみ、待って、後半、おっさんレニア出てたわよ。いっぱいいるわよ。いっぱい殿方いるわよ。待って、危ないわよ。あ、モスキートローン、ポン、モスキートローンが間に合う、セバス。なんでモスキートローン、セバス。なんでモスキートローンが間に合わないの、セバス。チャーター機を用意してください、セバス。プライベートジェットよ。プライベートジェット、今すぐジャパンに帰る、ジャパン。さあ、なかなか良さげなキル数を醸し出してるわよ、レニアさん。そこいるイルコサミン生徒がそう。じゃあ待って、お嬢様イルコサミンとか言わない。それ普通のレニア出てきちゃう。どっから女性、どっから、右か左か、待って、翻弄されてるわよ。翻弄されるエルフの剣士って出たわよ。さあ、右はその味方の殿方がいっぱいいる。ここは左を私に突き出せます。あれ当たったらノーベル平和賞。さあ、後ろから狙っていくのが、これはレニア、駆け上がっていくのが、いや、味方、ティアじゃないわ。待って、おじさん出ちゃったわよ。ちょっと、セバス。さあ、そこ、あんたやさん、ごめんなさい。そう、お上品に、あと半分早いわよ。さすが、キリコンファームだわよ。ちょっと、レニアお嬢様のおのどの調子もちょっとよろしくなくてよ。だいぶこのお嬢様声は喉を酷使するわよ。さあ、ここのロングレンジは非常に大事だわよ。このロングレンジいつも、あ、ここの、うまいよ。うまいよじゃないわ。うまいわよ、レニアさん。行くわよ。お、結構の時間がやってくる。バイオリン教室の時間がやってくるわよ。バイオリン教室の。またお、パパに汚れ、パパに。お父様？さあ、ここのタコと、ああ、めっちゃいるわよ、めっちゃいるわよ。一回逃げるわよ。逃げたところも敵がいたわよ。さあ、どこにいるのかな。右は殿方がいっぱいいるわよ。左から、なんだこれ、味方の V とオールだわよ。あ、中にいるわよ。危ないわよ、しゃがむわよ。ああ、バレてるわよ、めちゃんこバレてるわよ。さあ、あそこバックトゥーでフーチャーするわよ。あそこいるわよ。右で見て、左見て、誰もいないことがね、直進するわよ。ああ、待って、味方がいるわよ。じゃあ、ディアって、おっさん出てきた。ディアじゃないわよ。セバス、ちょっと、おっさんの声出さないでくれ、セバス。ちょっと、ごめんなさい、もう、執事のセバスったらもう、横でめっちゃ叫んでるよ、羊のセバスが。セバス、ちゃんと、ディア、待って、セバス、さあ、行こう。危ないわよ。あ、待って、エイブがブレンティーン。出ました、エイブがブレンティーンだわよ。どーん、馬谷園です。やっぱ庶民の方は馬谷園を食べるんですわね。馬谷園のまばるため。
私食べたことないわよ。お茶漬け派です。私そこでやってこう。ブあと10キルコインよ。最後のラスキルはダーン。ダララライ。待って、ダララライはダララライはお嬢様言わないわよ。お嬢様エントの神様見ないわよ。ダータグが出てくるわよ。タグ待って、敵のとこいっぱいタグあるわよ。オーケー、タグどんどん回収。体遠距離でやってくる。まあ、タグ取りのタグ、タグ取りのレンニャお嬢様と巷で有名だったわよ。港区の方で、港区の方で有名だわよ。お嬢様って港区住んでる。あなたたちのトロフィーシステムをお破壊したわよ。おはっさおはっさは関係ないわよ。お嬢様おはっさ見ないお嬢様おはっさ見ないのかな。俺めっちゃ見てた。待って、レニア来ちゃった。待って待って、お嬢様だわよ。えやただのホラーゲームになってたわよ。敵のガーシップが。あ待って、そろそろお嬢様のメッキが剥がれかけているわよ。もっとお嬢様を出して、そこもっとお嬢様を出してほしいわ。左か右か、いや右だな。これはな、右の体でグングングアップ、グングングルトップさあ、あと残りタグ1個で終わっちゃう。ここはラスキルのレニアお嬢様と言われた女。ああ終わっちゃった。あらやだタグいっぱい回収したわ。昼寝ちょっと見ないお約束だわよ。ということで皆さん、レニハンお嬢様インパリいかがだったでしたでしょうか。やっぱレニハンお嬢様もパリに出張なさるんですね。ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録してください。お願いします。レニアでしょうぜ。バイバイセコ。